Musica つ次はで<お>うえー、言わされちゃいました早くのだめと遊びましょうですよねのだめカンタービル <music> ヒジキ今日増えた…げぇなにこれこれが日本食真っ黒じゃない虫ヒジキです。海の草海藻最高にダイエットですええー、あ、紹介するわねのためこのアパルトマンに住んでるリー・ユンロンはじめまして ピアノで留学してる中国人よ仲間ね初めまして私たちとは違う学校の2年生私と同い年なんだ19歳で2年生こちらのダメこれでも22歳なんだってフランクは電話中で後で来るっていうから先に食べてましょうよ乾杯いただきますごちそうさま もう、お腹いっぱい一口で嘘！最高にダイエットああ、味付け忘れましたお醤油かけて食べるセトレボンはあまずいお母さんの手料理が食べたいげぇ、ユンローまたホームシックまた違う今度は真剣お母さん、食あたりで入院したもうお母さんの料理、食べられなくなるかもしれない あのただの食あたりでしょでも入院だよ入院どんなに辛いの苦しいの会いに行きたいけど僕のうちは裕福じゃないから会いに行く交通費もないし家族が大変な時に会えないなんて僕は一体何をやってるんだろう勉強なんか手につかないよあ甘やかされて育ったのね のダメもその気持ちわかりますえのダメにも今日浮気の一報が届いたんですはのダメちゃんお元気ですか私たちも毎日元気に世界中でコンサート活動頑張っていますのダメちゃんも頑張れ見る日より浮気は風みたいなものだと分かっていても 辛いし悲しいし、しいかも今は会えないしちとも電話も来ないしそれって本当に恋人なのあ,あフランク助かったこんばんは何どうしたのまた振られた今日ピアノの担当教諭の通知が来て僕が教わりたかった先生じゃなかったんだ嘘ダメだったの 最悪だよ僕は何のために学校まで変えたんだ学校変えたフランクは去年まで僕と同じ学校にいたんだよでも一度校外セミナーで教わったオクレール先生に心酔しちゃってコンセルバトワールの試験を受けたんだオクレール先生ってもしかしてシャルル・オークレールですはじめましてベーベちゃん のだめです。これお母さんが先生にって博多名物おーありがとう。お餅だお餅だ違いますよ。おまんじゅうですおいしいねえおまんじゅう。もう一個もう一個それで私のピアノどうですかうん、全然だめ。君はここに何しに来たの シャルル・オクレールなんでなんで僕じゃなくてのダメなののダメ、オクレール先生を知ってるの裏でこっそり頼んだんじゃないのやめなよ、フランク生徒は先生を選べないって知ってるでしょの <laughs> ダメのバカ <laughs> フランクもしもしおい 人のうちの電話に勝手に出るなやっぱりこっちの部屋にいたかお前寝泊まりしてるんじゃないだろうなで何の用ですかえいや別に今日は公演終わって珍しく時間空いたから生きてるかなって生きてますよそっちはずいぶん楽しくやってるみたいじゃないですかそれは楽しいけどすごくいい勉強になってるしそっちこそピアノちゃんと弾いてるか 言われなくたってやってますよ大きなお世話ですのだめのだめ僕ももう帰るねごちそうさまあユンロン待ってひじき持ってってくださいいらないユンロンって誰